つまり、アンはずっと、あずさわさんを守ろうと思っていたけど、そう思っていたのは、実は相棒として対等に見られていないからだったって気づいて、落ち込んでたんだね。改めてはるかに言われるときついな。でも、その通りなんだよね。ずっと、小羽を守らないとって思ってて。それが、私にとっても、小羽にとっても、一番いいことだって決めつけてたみたい。落ち込んではいるんだけど、でも、それ以上に、そんな自分に腹が立ってさ。そっか。アンは、その梓沢さんってこのことが大事で、これからも相棒でいたいんだよね。もちろん。だったら、今のアンの気持ちを、素直に梓沢さんに伝えればいいんじゃないのかな。私は、自分の気持ちをうまく伝えられなくて、一緒にいた子を傷つけちゃったから。どういうこと？私、アスランを辞めたでしょ？いろいろ言われたけど、私がアスランを辞めたのは、同じグループの子が不調の時に、助けられなかったからなんだ。そうだったんだ。今は吹っ切れてるし、そのことも本音で話せるようになってるんだけどね。でも、もっと気持ちを伝えられてたら、お互いに傷つくこともなかったんじゃないかって。大事な仲間だからこそ、ちゃんと言いたいことを伝えないといけなかったって思うんだ。言いたいことを伝えるか。そういうのは、私よりアンの方が得意でしょ。はるか、ありがとう。おかげでちょっとすっきりした。それならよかった。じゃあまたね、アン。うん、またね。私の本当の気持ちか。ただいまーって、父さん出かけてるのか。バータイムまで時間あるし、簡単に掃除して、その後少しだけ歌の練習を。ここで初めて小羽と歌ったんだっけ。ねえ小羽、私と組もう。私と組んで一緒に最高のイベントをやろうよ。私まだ全然力不足だけど、それでもアンちゃんと一緒に最高のイベントを目指したい。小羽に相棒になってって言って、それから一緒にライブに出て、あの時小羽の歌はやっぱり最高だって思ったんだ。きっとこのことなら一緒にラッドウィーケンドを超えられるって。いろいろあったけど、小羽も一緒に歌いたいって言って覚悟を決めてくれた。でも一緒に歌うとき、小羽ってどこか自信なさそうだった。あんなに歌えるのになんでか悩んでることがあって、そういうときいつも私を頼って相談してくれて、ライブがうまくいくと喜んでくれて。だから私、ああ、そっか。私、小羽に頼られて嬉しかったんだ。ずっと、一人で夢を追っかけてたから。小羽が一緒にいて、私を頼って、一緒に歌ってくれるのがすごく嬉しくて。バカだな、私。頼られて嬉しいからって。小羽のこと守ろうとして、歌をめちゃくちゃにした。相棒、失格だよ。相棒は、信頼して、背中を預けられる存在なのに。私は、こんなの、小羽のこと信じられてないのと一緒だよ。うん、あんちゃんは何も悪くないよ。せっかく盛り上がってたのに。本当にごめんね、みんな。もう小羽に二度とあんな顔させたくない。小羽とちゃんと肩を並べて歌っていきたい。だからちゃんと伝えないと。本当の相棒になるために。じゃないと私はいつまでも小羽の隣に立つ資格がないから。